でした。ありがとうございました。はい、岡田明夫会長ありがとうございました。それでは以上をもちまして、本日の堀切菖蒲祭りパレードの方は終了となりますが、本日は9時30分から実に1200名のパレードを開催してまいりました。そして最後は40周年ということで大集合していただきました阿波踊りの皆様、680名の皆様によります総踊りで終演とさせていただきました。本日は誠にありがとうございました。盛り上がりでありがとうございました。また本日は長い時間本当によくお付き合いいただきました。沿道のお客様も本当にありがとうございました。堀切菖蒲祭りは6月の16日まで続いております。6月